中村優太は、東京都江戸川区出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カーアップ所属。江戸川区立小岩第五中学校を卒業。中学時代は、リトルシニアの江戸川中央シニアでプレー。関東一校では1年秋から、背番号10でベンチ入り。2年春の第84回選抜高等学校野球大会では1回戦。 ベップ青山戦で2安打13、脱三振完封勝利、2回戦智弁学園戦で1、失点関東勝利、準々決勝横浜戦で5安打2失点、関東勝利を挙げ、ベスト4進出の原動力となった。その後は股関節剥離骨折の影響もあって、本来の投球ができず、2年春、関東大会では、チームは準優勝したもののほぼ登板の機会はなく、 二年夏は四回戦、敗退。三年夏も東東京大会ベスト4に終わっている。2013年のドラフト会議にて、広島東洋カープから5位指名を受けて入団した。背番号は67。2017年5月3日の対、中日ドラゴンズ戦でプロ初登板、初先発。5回3失点でプロ初勝利を挙げた。 シーズン中盤から終盤にかけて先発ローテーションの一角を担い、15試合の登板で5勝を挙げた。東急ホーム2018年3月21日の千葉ロッテマリーンズとの練習試合で胸に打球を受け、右側胸部打撲との診断で開幕に出遅れた。4月18日の大東京ヤクルトスワローズ戦に初登板し、7回1失点でシーズン初勝利を挙げる。 続いて、4月24日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では9回途中に失点の高騰。しかし、後にアウトで初関東勝利を目前にしての交番であったので、交番後ベンチで悔し涙を流した。その後は、5月1日の読売ジャイアンツ戦での勝ち星を最後に調子を落とし、投板した4試合連続で敗戦投手となり、登録抹消される。 9月14日に一軍登録され、9月20日には中継ぎとして登板し、3回1失点。9月25日の対 DNA 戦に先発登板、5回3失点で勝ち負けつかず。日本シリーズでは中継ぎとして登板する場面もあった。シーズンを通しては9試合の登板で3勝4敗に終わった。白星を増やしたいとの思いから、早寝早起きにこだわりを持つ。 それについて、薬剤師の資格を持つ広島ドラゴンフライズの岡崎修二は、いいと思いますと評価した。ありがとうございます。